皆さんこんにちは。日本マイクロソフトの栗原です。今日は教育現場で活躍されている藤岡先生をお呼びして ICT デジタルノートに関するお話を聞けたらと思います。で、私自身も教育現場で先生をやっていたんですけれども、今回の藤岡先生は非常にユニークなことをやっているということで、はい、藤岡先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。兵庫県の県立高校で科学を教えてます藤岡と申します。今年まあ3年生の担任をしてるんですけども、生徒と一緒に受験勉強をしようということで、今実際に京都大学を目指して休みの日に10時間とか本気で勉強してるんですけども、その中で、まあ、初めてこうデジタル、まあ、サーフェスを使って、ワンノートを使って、デジタルノートを使って勉強していったら、まあ、どんなメリットがあるのかなとかっていうことを考えながらやっていたんですけども、今日はその中で気づいた点を話していけたらなと思います。よろしくお願いします。教師としてこのワンノートを使っていいなと思うのはですね、これを使うことによって教材作りとかをぐっと楽になるんですよね。まずは今まで従来の作り方で例えばプリントとか作ってた時に困ったのはですね、やっぱりプリントだとこうレイアウトがこう限られているので、どういうふうに配置するかとか、生徒がここに書くスペースだとか、こちらが説明を入れる部分とか、そういうのを考えながら作るのって結構大変だったんですけど、ワンノートはスペースが無限に広がるので、そういうレイアウト、細かいことを考えなくて後からこう追加できるので、教材の作り方がぐっと楽になったっていうところがまず大きなところかなと思います。カラーのものっていうのは教科書だったりとか図録だったりとか、そういうのに頼るしかなかったんですけど、ワンノート使ったら写真も簡単に差し込めるし、なんだったら動画とかまで差し込めるので、今までにこう生徒自身もすごくやる気につながると思うんですよね。今までだったらこっち見て教科書を見てください、問題集戻ってくださいとかっていうのが、好きにその教科書写真とかを差し込んだりとかもできるので、もうそれこそ一括して一つの教材でいろいろとこなせるっていう、今までいなかったいい点があるなと思いますね。確かに教員側も頑張って写真とかをこう印刷しようって一回やりますよね。潰れててなんだかわけわかんなくなるけど、とりあえず一回いけるかなって言って試すっていうのありますよね。大体失敗するんですけどね。はい、今までその負担だったのは印刷するっていうことなんですよね。やっぱり生徒を多く抱えててすると、もうどうしてもこうあれこれ教えたいからこそいろいろ用意するんですけど、そうしていくとすごい枚数になったりするんですよね。で、生徒からしてもあまりその枚数プリント配られても困るっていう部分もあるので、ワンノートだったらクラスノートとか使って教材をもうデータで配布できるので、印刷するっていう手間が一気になくなりますし、でしかもカラーだし、手元でこう拡大もできるし、だからその字の大きさとかも細かいところもあまり気にしなくていいので、これはすごい画期的だなと思いますね。印刷って紙のプリントで配布ってなると、その保管と整理っていうのが、はい、先生も生徒もどっちも負担になりますよね。もう几帳面な先生だとバーってこうプリントをこう積み上げててこういるような先生とか、私なんか直前でこうバタバタして印刷してたようなタイプなので、もう時間ないながらもうバーってこう印刷して、生徒もこう溜まってくるときちっと整理できる生徒と、もうどっか行っちゃったっていう、プリントがなくなっちゃったっていう生徒も、そういったこともなくなるっていうことですよね。そうですよね。なんか忘れたりとかっていうのがね、なくなるとか、もう一つのサーフェスを持っててそこに送っていれば、全部そこに入ってるわけですから。あと教材を作っててこのサーフェス使っていいなと思ったのは、もうタイピングでこう今までやったらワードとかで作ったりして、どうしてもタイピングでは表現しにくかったりとか時間がかかったりとか、例えば私だったら化学を教えてるので、化学式を書くだけでも元素記号の部分と数字の部分とこう分けるだけでも結構手間なんですけど、サーフェス使ってこのペンをタッチペン使うと、この部分は書いた方が早いよと、でここはタイピングっていうのがこうスムーズに使い分けできるんですよね。これがすごい良くて、
だからどうしても手書きで慣れててっていう先生方もどちらのいいところも使うことができるよっていうのですごい魅力的だなと思いますね。あとその 図形とかいろんな場面でこう使いたい、同じ図でもそれをまあ簡単にコピーもできますし、でそこに図の中に書き込むっていうのも簡単にサーフェスペン使ったらできるので、教材作りがスムーズになっていくなっていうところを感じてますよね。それちょっと応用して生徒の例えば何か添削するっていう時も使える感じですかね。そうですよね。回収するのもあのデジタルそのまま回収できるので、そこにペンでこう今まで採点ね同じように書き込むこともできますし、まあ、タイピングで、打って何かコメントすることもできますし、はい、いろんな可能性ありますよね。なんか生徒が書いた文章とかですよね、そういったものも例えばワードとかで書いたら今までいちいちこう印刷して添削してる先生とかいません、うん、例えば志望理由書とか、はい、なんか作文だったり、はい、そういったのって何度も印刷してこう書いたりしなくちゃいけなかったですね、きっと、はい、もうスムーズにこうコメントとか書けたりするのはいいですよね、はい。実際に授業でサーフェスを使ってやるときも実際はスクリーンにプロジェクターつないで映し出してするわけですけど、うん、実際に手元でこうサーフェスペン使って書いていって、それがまあ板書代わりになると、でまあもともと作ってた部分を映し出せるので板書の手間がだいぶ減りますよね。例えば英文でも問題文でもいいですけど、こういうのをパッと表示できて、まあ、図もそこにパッと表示できて、であと授業で必要な部分だけ書き込んでいけるっていう、そういう点プラス黒板もまあ同じようにその横にあるわけなので、こう残しておきたい部分は黒板に書いて、どちらのいい点もこう柔軟に使い分けれるっていうところがすごくいいなと思って使ってますね、うん、しかもそれサーフェス1台でまあ割と完結するような部分ですもんね。今までだったら例えば今の話って電子黒板とかにこううん、USB とかで写したりして、その都度教材をこう写して頑張ってやっていくとかってあったと思うんですけど、それをこうサーフェスに持ち込んでその上から書き込んだりするっていうことで完結できるっていうことですもんね、はい、だから教材とかもそのワンノートのところにセクション分けして入れておくので、あこの教材今ちょっと写し出したいなって時もすぐにこうページを表示することができる、別のページとか別の教材とかも表示できたりとかするので、すごくスムーズに進みますよね。一つまた感動したのは、結構動画で勉強するっていうことが増えてきてる、生徒自身も増えてきてて、私自身も授業の動画とか、はいはいはい、自分で作ったものをこう生徒に見せたりとかっていうことがあるんですけど、どうしても動画の勉強だとちょっと無駄な部分もあって、っていうのはすぐにこの見たい部分っていうのをこうピンポイントで後から復習例えばする時とかっていうのは難しいんですけど、ワンノートとその動画を組み合わせると、例えばそのワンノートで文章で解説を書いてるところにここはピンポイントでこう動きのある解説があったらいいなとかっていうところをあるんですけど、そういうところに横にこう動画をそのまま貼り付けることができるんですね。こう手書きで書いたらここは時間かかるなとかっていうところ、生徒自身もちょっと分かりにくいなっていうところにピンポイントで動画の解説を加えれて、そういう今までの紙の勉強プラスその動画のいいところと両方こう組み合わせる、しかもこれが結構簡単にできるっていうのはすごい画期的で、僕自身はすごい感動したんですけどね、はい、サーフェス使ってその画面収録であの動画も簡単に撮れちゃうので、だから教材作ってて、あここは動画で説明した方がいいなっていうところを簡単にピッと撮って、で、うん、その部分を貼ってとかっていうのがすぐにできちゃうので、慣れていったらすごくこういろんな教材の作り方、それぞれ先生に合った使い方っていう好きな好みを追求してってっていうことができるなというふうに思ってますね。確かにパワポとかも多分同じような話で、配った時に全部こう見なくちゃいけないっていうような形になるとは思うんですけど、このワンノートと組み合わせることによってこのパワーポイントのこのスライドですよっていうのをこう貼り付けることが、なんならこのスライドのこの箇所ですよっていうのを切り取って
貼り付けて、そこと解説だったり、まあ、問題だったりっていうのを合わせることができるっていうことなので、動画だけじゃなくて本当にいろんな部分、なんなら音声もできたりとかもきっとできますもんね、はい、その教材を教師がデータで配布したものにさらにも生徒自身もこう編集加えていったりもできるので、どんどんこう生徒自身もその可能性を広げていける、自分好みにとか自分の必要に応じてとかっていう風なことができてすごくいいなと思いますね。確かに自分がこう作って配った教材っていうのを生徒がさらにアレンジしたものっていうのもまた見えるっていうことですよね。でそれをいろんな生徒のを見ることによって先生側のこの教材研究っていうのがどん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 深まっていく、より生徒にこうの実態に合わせたような形で深まっていくっていうようなお話ですもんね。だからそういう点でこうワクワクしながら教師自身も教材作れるし、うん、生徒たちもこうワクワクして勉強できるんじゃないかなと思ってますね。それが今までの紙では叶わなかったことが簡単にデジタルのそういうノートを使っていけば可能性広がるというそういう、こう土台がこう整ってきているので、こちらでも気づかなかったような可能性とかを生徒が示してくれたりしたらすごい嬉しいなと思ってワクワクしながら今、うん、教えてますね。なるほど。じゃあそろそろお時間なんで、はい、藤岡先生にやっぱりその先生が使うこのデジタルノートの意味っていうのを最後聞いて終わりたいなっていうふうには思います。一言で言うと、教える側の可能性も無限に広げてくれるデジタルノート、それがワンノートかなと思います。ありがとうございました。はい、本日は教育現場の最前線でご活躍されている藤岡先生に貴重なお話をいただきました。藤岡先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。